西日本は今日は春を思わせるような暖かい雨になります。石川さん、はい、今日は雨の降るところ多くなりそうですか？そうですね、はい、まず天気図見ていきますと、特に西日本はこのように前線が停滞をしています、はい、前線に向かって南から湿った空気が入りますので、西日本は今日一日ぐずついた天気、はい、雨も本降りということになります。はい、では雨の予想を確認していきましょう。はい、特にですね、西日本午前中はですね活発な雨雲がかかりやすくなりますので、はい、雷を伴って強く降るということになりそうです。午後になりますと、徐々に雨雲は東に進んでいきますので雨の降り方としては弱くなりますけれども、はい、今日一日ですね、まあ、雨降りやすい雨や曇りの天気ということになります。はい、わかりました。では西日本のお天気をアイコンで確認していきましょう。はい、今日一日ですね、ぐずついた天気ということになりますけれども、はい、特にですね九州方面ですね気温が非常に高くなります、はい、春のような陽気ですね、4月並みの気温ということになりますので、はい、体感としては少しジメッとした感覚のところが多くなりそうです。はい、わかりました。今日は西日本は雨の降るところが多くなります。雨具忘れずにお持ちください。気温の変化にも注目です。